二漢字の例、第二次漢字簡化法案は、中国文字改革委員会が、関体時の採用を交付した漢字簡化法案に続き、1977年12月20日に発表した漢字の改革案である。法案発表後に施行する第一表と民間の議論によって、使用の逃避を決める第二表の二つからなる。同票にある漢字は、 しばしば、にカンあざと略称される。しかし、使用上の混乱が生じたため正式に採用されることはなく、最終的に国務院により1986年に公式に廃止された。第二次漢字管化法案には1977年の初期案と1981年の修正案の2種類がある。一般的には1977年の案がよく知られており、 二冠あざというとこの案で提案された艦体字を指すことが多い。逆に1981年の修正案は現在ではあまり知られていない。文字改革委員会は1960年に各省、市、自治区と解放軍部隊が推薦した大衆の間で使われている俗字についての資料を1956年からの約20年の間に大衆が手紙で送ってきた。 略字に関する資料、1972年に各省、市、自治区から提供された資料の3つに基づいて作成したと説明している。1977年12月20日に発表された最初の案、第2次漢字簡化法案である。この第2次漢字簡化法案は、関体時の使用状況によって2票に分かれている。第1票は、 すでに多くの人によって使用されている続字が収録されている。第一表はさらに二つに分かれており、には感化変貌として使えない、簡体字が172字には簡化変貌として使える、簡体字が21字とそこから類推してできた、簡体字が55字収録されている。よって第一表には計248字の簡体字が収録されている。なお、 一部の文献ではのうち、類推してできた55字をとして掲載しているものもある。第2表は全国的ではないが一部の地域及び業種で使われている俗字が多く収録され、この他に数種類の略法があるものから一つを選んだ字が、少数、文字改革委員会が独自に作った字18字が収録されている。第2表は略法等によって8つに分かれており、 同音大体アザ十二字、形成アザ百十五字、特徴アザ十二字、輪郭アザ十三字、創書回化アザ十六字、回アザ六字、符号アザ五字、単独で使える、感化変貌用艦隊アザ十四字、単独で使えない、感化変貌用艦体アザ十六字が収録されている。の字はすべて、マイナスと重複しており、は単独では使用できないので、第二表には、 計269時の艦隊時が収録されている。なお、第1表と違いから類推してできる、艦隊三百336時は艦下前の時しか掲載されていないが、これを含むと605時となる。すべてを合わせると、類推艦下391時を除いて、590時の、現地が462時の艦隊時に艦下されている。 この関体字にはすでに存在していた字に統合するものが多くあり、適用すると263字が削減されることとなる。1977年間の第一表に収録されている字は発表と同時に各新聞などで実際に使用され合理的かどうか意見を聴取した。その結果、半年で十分な量の意見が寄せられ、1978年の 終わりにはほぼ試験仕様を取りやめた。これを受けて、1980年6月に結成された修正委員会で1980年7月から1981年6月まで9回会議を重ね1981年8月に作成されたのが第二次漢字管化法案である。この第二次漢字管化法案は1977年間の第一票が基本となっている。 1977年案の第一表同様二つに分かれており、2は漢化変貌として使えない、漢体字が91字、2は漢化変貌として使える、漢体字が20字収録されている。よって、類推漢家事を除いて、111字が収録されている。1977年案と比べると、略字79字が保留され、28字の略字の形が修正。 4字が追加された。この草案は10万部印刷配布され、1981年11月から2ヶ月間意見が聴取された。この結果、8万1888部が回収され、賛成者が8万人以上の艦隊時は17時、賛成者が8万から7万人あったのが87時、賛成者が7万から6万人だったのが7時であった。また、収録する。 簡体字をもっと増やすべきだという意見も多く寄せられた。なお、後に、第二次漢字簡化法案は、贈呈漢字簡化法案と解明された。1956年に、漢字簡化法案が制定され多くの字が、簡化されたが、それ以降も、文字改革コラムなどにおいて、画数の多い常用字がまだ残っている、多くの人が使っていたのに採用されなかった、簡体字があるといった理由から、 さらに漢字を簡化するべきだという意見や、それに関する議論が繰り返されていた。大衆の間では、第一次案に採用されなかった、漢体字や第一次案の簡化法を応用して、新しく作られた、漢体字が多く用いられており、文字改革委員会は1960年以降、これらの字を収集し続けていた。大幅な簡略化で混乱が起きたが、簡略化の方法自体は、 第一次案と大差はない。以下、主なものを示す。音を表す部分を、動音の部品に交換する。基本的に、北京音によったため、中国語の方言や日本語などでは、音が合わない例が少なくない。また、この方法によって、変は、道の二漢あざ、雫は、霞の二漢字となっている。元の字の意味から、別の字を作る。動音の別の字を用いる。 アザ型の混同がない場合に字の一部を削除する。大まかな形はそのままで部分的に変更する。上海市様北のレストランという二漢字が使われている。中国の人民日報などのマスメディアが使用したことにより正規の表記法のようにして教育現場でも教えられた。日本においても NHK の中国語講座で使用しテキストも 第二次漢字管化法案第一表に従って作られた時期がある。中国では教育の場にまで広く浸透した時期があり、画数が少ないものが多いため、21世紀になっても俗字として使用されている例を見ることがある。しかし、現在の中国語の辞書では一部の大型辞書等を除いて収録されていないことが多く、目にしても調べるのが困難な場合がある。 一部の二漢字は民間においては現在でも頻繁に使われている。特に三を、立花子を、きつし、単を、単、帝をと書くのは庶民の間で広く浸透している。また、過釈による置き換え字は戸籍など変更が煩雑である場合で戻らなかったものも多い。例えば、小生は、二生に、風生は、不生に、遠生は、生、愛生は、 乱世に置き換えられ、そのまま定着した。2007年発表の公安部統計分析検事でも、置き換わったままになっていることがわかる。長らくに漢字はそのほとんどがユニコードに収録されていなかったため、パソコンで印字するには、根弱文字教や、ソングニップアや、ベイブルストン、ハンなどのフォントを用いる必要があった。2020年に公開されたユニコード13.0で、 CJ 系統合漢字拡張 G に多数の2漢字が収録された。ありがとうございます。